厳しい暑さが続く中、松山市の山あいでは秋の訪れを告げる彼岸花が見頃を迎えています。わー、辺り一面赤い絨毯が広がっています。綺麗ですね。松山市南部にある窪野町の山あいに鮮やかに咲き誇る彼岸花。今年は厳しい暑さによる影響が心配されましたが、今月11日頃から花が咲き始め、今八分から九分咲きと順調に見頃を迎えています。およそ25アールの斜面に広がる彼岸花は、地元の人が30年以上にわたって大切に管理し、今では県内でも有数の彼岸花の群生地として知られています。訪れた人たちは艶やかに咲き誇る花を写真に撮るなどして楽しんでいました。こんな綺麗にこう咲いてるとこはないですね。花が特徴的じゃないですか。すごいなんかこう芸術的な感じで、だからすごい楽しませてもらってます。写真で見るよりもすごい全面に真っ赤に咲いてて綺麗です。こんな近くで見ることも普段ないので、こういうお花もあるんだなっていうのもすごい感じられました。窪野町の彼岸花はこの週末に満開を迎える見込みで、23日月曜日には秋の実りを楽しむ伊予窪野収穫祭が開かれるということです。